みんなの暴走逃れのルアーって何ですか？よかったらコメントで教えてください。僕はジャッカルのデラクです。1つ800円ちょっとで購入できてよく釣れるんで気に入ってます。ベイトで主に使うんで重さは8分の3オンスを使う時が多く、もう1つ軽くしてもいいんですが距離が出なくなるんでやっぱり8分の3オンスかなってなります。よく買うカラーは2色ですね。濁った場所で使う時はゴールド系で、クリアな場所で使う場合はシルバー系で、今回シルバーが売り切れだったんでバノンに使いやすいクラウンとキンクロにしました。他のスピンテールジグってラインが絡まる時があるんですが、デラクはブレード部分がチューブで固定されてるんで絡みづらくストレスなく使えるのが嬉しいポイントです。ショートバイトが多い時にはフックを流儀のピアストレブルに変えてフッキング率を上げるのがおすすめです。